ございます。K です。社員の朝でございます。昨日ねホテル戻ってきてヘロヘロですぐ寝ちゃったんで、今日ね早起きして動画編集頑張りました。今ね二日酔いは大丈夫なんだけど、ちょっと筋肉痛があるかなって感じですかね。で今日はここ社員から法院というところまで歩いてみたいと思います。距離はわずか13キロで時間も3時間ぐらいと、かなりのボーナスステージなんですけれども、ちょっと行きたい場所があって、少し早くホテルを出発したいと思います。でどこに行くかと申しますと、マート大賢夫という宗教施設に行ってみたいと思います。ここね佐藤健二さんの北遺産でも紹介されていて、すごくね台湾らしさあふれる場所みたいなんで、今からすごく楽しみです。じゃあ今日も元気に行ってみましょう。私もこの辺にメッセージを残させていただきます。メッセージ書かせてもらいました。日本と台湾は永遠の友達です。ザワンザワンおはよう。わあ、今日も元気ね。ありがとう。バイバイ。バイバイ。すごいいいホテルだったね。ワンちゃんにも店主さんにも癒されました。で今からマートウダイ天風にとりあえず向かうんですが、結構通り道からそんな変わらないので、マートウダイ天風寄ってもそんなに距離や時間は変わらないですね。今日も素晴らしい道だね。宿のご主人に2つほどアドバイスいただきまして、1つ目はね、もっとファンダをしてる感を出した方がいいって言われましたね。みんななんかあの背中にさ、今ファンダを中ですみたいなでっかく書いて、そういうアピールしてるから、もっとねそういうのした方がいいって言われましたね。僕はまあ T シャツでファンダをなうみたいな T シャツを1枚作っただけなんで、まあ、そこはもっとやってもよかったのかなってちょっと思いましたね。で2つ目は YouTube に中国語の字幕をつけてくれっていう注文がありましたね。まあごもっともというか、そうだよね頑張りますと言っといたんだけど、ちょっとまあ先になるかな。畑に野犬2匹見つけました。無事に通り抜けられるかな。なんとか大丈夫そうだ。ポツンと一軒立ってるセブンイレブンで朝ごはんを食べよう。すごいね、すごいところにセブンイレブンあるね。ありがたい。朝ごはんいただきます。ここからマドウに入ります。マトウダイ天風見えてきたね。こちらがマトウダイ天風です。このね右の建物はホテルらしいですよ。一見他の病棟そんな変わらないように見えるじゃないですか。でもここマートウダイ天風はね、ここからがねすごいんです。ちょっと見てください。じゃじゃーん、でっかい竜がいるんですけど、この中で入れるようになってるんですよ。そしたらいろいろと気になりすぎるので、早速中に入ってみましょう。なんかさ、一人だけタイムスリップしてきてる人いない？チェック柄シャツ着てるよ。
そういうコンセプトなのか、なんか現代人がこの時代に迷い込んだよみたいな、そういうコンセプトなのかな。服装が明らかに違うもんね。今ちょっと入り口の方に戻ってきたんだけど、確かにここで現代風の人が描かれてるね。で、なんか誘われるようにこっちの世界に入ってくみたいな、そういうコンセプトなのかなって思いました。一応ね、Google さんの力を借りて書いてあることを翻訳したんですけれども、まあなんかこの世で善行を行えばこういう楽しいことが待ってますよ的なことがどこにも書いてありましたね。なんか台湾の It's a small world って感じでしたね。すごい個人的には好きなんですけど、皆さんはどうでしょうか。18地獄、こちらはチャンファーの18層地獄と多分同じようなコンセプトだろうね。ちょっと入っていきますか。怖えな。早速怖い雰囲気だね。18地獄はすごい分かりやすくって、こういう罪を犯すとこういう罰が待ってますよっていうのを18個表した感じになってますね。パターンとしては閻魔様の裁きがあって刑の実行みたいな感じで18個やっていくんですけれども、最後にはねちゃんと輪廻転生してハッピーエンドなのかなって感じで終わってましたね。まあ東大天風めっちゃ楽しかったね。来た甲斐がありました。見どころ満載、見応え満載って感じでしたね。すごいもうワクワクしっぱなしでした。それじゃあ続けて法院を目指したいと思います。ちなみにここ麻豆台天風から法院まではおよそ2時間ぐらいみたいですね。今麻豆の街中に入ってきました。ここもそうなんだけど、台湾の電車の駅がない街って結構ローカル感があって好きなんですよね。ここ麻豆は結構いろんなお店ありますね。セブンイレブンでお昼休憩なの。麻豆の街を抜けたね。また南部らしい道になってきましたね。のどか以外言葉が出てこない。クワ持ったおじいちゃん一人だけすれ違いました。空が高く見えるようになった気がしますね。やっぱちょっと都会とは違いますね、何もかもが。やばいね、今道がいくつかあるんだけど全部ね野良犬に塞がれちゃってて、何回か今追いかけられた。ちょっと回り道して正規のルートに戻れるかやってみようと思います。なんとか道は修正できそうなんですが、南部に入ってからほんとね野良犬の数が多いね。あと30分少々、無事にたどり着けるでしょうか。すごいね、広大だね。
この辺はもう法院の街みたいですね。だんだんと街っぽくなってきましたね。本日の宿に到着。ちょっと迷った。チェックインしました。今日ねドミトリーというか相部屋なんですよね。ただ一人です。やったー。窓から見える法院の街並み、テラス付きなんですよね。いいねこういう空間。恒例になりつつあるけど法院の街を少しだけ探索してみようと思います。行ってきます。こことかは今の時間もやってないんですかね。ホテルから歩いて3分ぐらいのところにセブンイレブンはありましたね。あとはちょっとどこが街の中心なのかがまだわからん。ちょっとホテルの人が教えてくれたお店があるんで入ってみようかな。なんかね、牡蠣のパンみたいなやつを頼みました。美味しそうだね。いただきます。天哪ラバニャン、チンパン。先生先生ありがとう、いただきます。飲み物いただいちゃいました。ありがとうございます。いただきます。練り物だね。うん、美味しい。めっちゃ美味しいこれ。じゃあもう一つの方も食べます。うん、これも美味しい。というわけでサクッとではあるんですが、ここ法院の街を少し散歩してみました。あの牡蠣のオムレツを少し固めたようなやつ、めっちゃ美味しかったですね。今度から自分の好きな台湾料理リストに入れようかと思います。で、明日はここ法院からついに台南へ移動したいと思います。台南に行くのは2018年ぶりだからもう5年ぶりぐらいですね。久しぶりです。いよいよ台南かと思うとなんかちょっとドキドキしますよね。そんな感じで、じゃあ次の動画も楽しみに。じゃあね、またね、バイバイ。サンキュートラベルオフィシャルグッズ好評発売中。 T シャツ、アツキー、トートバッグなどここでしか買えないオリジナルグッズがたくさん。完全受注生産だから早めに注文してね。詳細は動画説明欄の URL をクリック。